はい、大丈夫かな。それでは始めていきましょう。第206回 KF02UM 紅白戦スタートします。あ、スタートされましたね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、はい、そんなわけで、はい、始まりました。さあ、しょきさん、はい、 1P 側と 2P 側のプレイヤーさんを、あ、わかりました。早速、1P が、イッチさんなんですけど、イッチのホームゲーセンはゲームランドファンタジー。はい、ですね、ただいま解読班からの情報でですね、はい、最寄り駅は梅島から徒歩1分、駐車場は隣にコインパーキングがありという情報が入ってますね。ああ、なるほどなるほど。東京都ですね。はい、足立区ですね。はい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 、なるほど。少しずつね、いつもの情報が明らかになっていきますけども。で、2P 側が牧島ちゃんなんですけども、あげぽよ丸という島子さんですね。はい、可愛らしい名前となっております。で、しなこさんは K ダッシュ使っていたはずですけれども、表たくまというまた苦行な方向に行きました。なんか最近ね、ちょこちょこいろんなキャラとか使ったりね、たまにしてるのを見ますけども、なぜ K ダッシュを捨てて表たくまを投入したのかっていうところはちょっと気になりますが、まあ名前からも、やはり牧島は外せないといった存在になってますね。おそらく外せないでしょうね。で、イッチーさんの方はいおりとアテナとかだったかな。アテナ、そして表ロバート。イッチーさんも若干変わってますね。そうですね、イッチーさんでもロバートだけは外せない感じですよね。はい、あれなんか意外にね、判定は強い。これはかぶらない。さあ、無印と違いファンガーローには隙が膨大にある。三振耐える拓磨。あ、出ない。あ、追い払う。一井さん側としてはもう遠距離で分からしたいところ。あ、ぶっ飛ばし。あー、最後ソード。あ、耐えてるが、おあーっと、ケツのでかいところにサイコシュートが当たる。判定はでかい。で、本気のマキシマ。おお、マジか。隠したな。あれ、無印から2フレ増えたんでしたっけ、隙が。サイコボールですか。はい、2フレも増えたんだ。っていうか2フレしか増えてないんだ。はい、そう、なんかね、で、かかったか。あ、プリーさん来たから聞いてみよう。あ、プリーさん聞きたいんですけど、それどころじゃない。あ、ごめんなさい。アテナのサイコボールって無印から何フレ増えましたっけ。4?4?4? はい、ごめんなさい。それからあるよね、絶対。いいじゃん、どこの騒ぎじゃないと思った。しょきさん、すぐご情報。危ない。ここで訂正しておきます。よかった、プリーさんいて。早い段階で。はい。ああ、冷却に上から襲いかかりましたね。投げる。さあ、残り体力はないが、当たる。あ、今手出さなくても当たったかな。当たったっぽいな、さすがに。あ、しかし時間がないので発動はしたもののタイムアップ。ここで無情にタイムアップ。さあ、ゲッポヨーマルさんが勝利を収めました。なるほど。はい、1P 側がとももさん、はい、最初の方に出たいということだったのでね。はい、新規の方ですかね。僕ちょっと見たことがないんですけれども、初かな。他はどうだったかな。初。まあ随分可愛らしい名前ですね。とももさん、とももさん、はい。キャラはあんま可愛らしくない、可愛らしくないですね。性能的にはキャラは勝ち。さあもしかして、もしかすると眉が好きとかそういうオチでは、ああそのニュアンス的に、ニュアンス的に、なるほど。でも今日はなんかちょっと珍しいですよね。メンツが集まってる感じしますね。メガネ、あ、レイが切る、メガネが切るっていろいろ面白い名前がありますけども、そうですね、そして懐かしい名前もありますね、はい、いろいろと、はい、試合の方は相当体力的にはいい勝負ですが、お、持ち上げてぶっ飛ばして、ターゲット40さんの K ダッシュが、そうなんか最近あげぽよまるさん小足からのコンボがですねだいぶ進化してまして、なるほど、安定してきた、はい、マジか、すごい大勝利。さあ打ち落としてすごい大勝利が2回刺さりましたね。あ、ガードしている。あの投げは前転で前に出れないのかな。あー、どうですかね、なんかタイミング次第な感じしますけど、なんかあの手の投げずるいですよね、こうキングとかそうですね、なんかあれ俺いまだによく裏に回れるときと回れないときの差がよくわかんないんですけど、 ありますよね、回れるとき確かに、はい、あれも多分タイミングっぽいんだけどな、多分その、はい、自分の中心の判定が前に出る瞬間があると思うんですよね。その時に全体に神業抜けれて、あー、なるほど、攻撃判定とかのフライ判定じゃなくて中心軸が後ろの方にあるので、あの技、あー、なるほど、その存在判定的なものを超えられないと、そうです、そうです、なるほど、あ、うおー、マジか、新しい、全部消えましたよ、確かにえ、あれってクリスに攻撃当てても消えないですよね。消えます。あ、消えるんだ。消えます、確か消えたような気がする。あ、わかんない、どうだろう。なんか今すげえ後ろの方で消えてたから、あー、クリスに攻撃当たって消えたのかなと思ったんですけど、消えない可能性あるな。あの技なんかね、あんまり裏クリス自体が少ないので、あの技を使ってくれる裏クリスも少ないは少ないですよね。そうです、使いどころがなかなか少ないですからね。確かに、あーっとちょっとコンボが出ないが、さあジャックを当てビリーを倒す。いや、痛い。あー、苦しい。あ、うん、バックステが噛み合ったか。なんかちょっと押し出してからバックステしたように見えたけど、どうなんだろうね。見ましたね、確かに。あー、しかしあげぽよまる優勢。あー、下がってかすみちゃん追い立てるが、あー、まだわからない。マジか、うわー、人がキャン読みのキャンセル前転を冷たく投げる。狙いはね、すごい良かったですけど、当たっちゃいましたからね。はい、 CS さんが、 CS さんもすごいやる気のある、やる気でですね、おそらく仕事、まあ外の方多いと思うんですけど、ですよね、あの服装で私服だったら、ちょっと遊び帰りだったらかなり暑いと思うんですよ。で、シエさんキャラクターの方はいつものアンディ、K ダッシュ、モデクリス、さあ前転と後転で逃げていく。これ俺ちょっと苦手なんですよね、アンディ K ダッシュですか。アンディ K ダッシュが、まあ K ダッシュも楽ではない組み合わせだとは思うんですけれども、なんか落としづらいんですよね。アンディって明確に不利なキャラいるのかな、あんましそういう印象がないんだけど、言われると確かにそうなのかも。このキャラだけは勘弁っていうキャラあんまりいない気がするけど、ひろと君がユリが嫌だって言ってたような気がするけど、ああユリか。あと多分ネームレスネームレスはきついでしょうね、おそらく。ああ、まあきつそうですね、確かに。手榴弾がそんなに性能良くないからジャンプ C とかに巻き込まれること結構あるんですよね。ああ確かに、なんか NC とかもやっぱ一発が怖いから、ジャンプ C とかと噛み合っちゃうと怖いからね、ですね、打ちづらいっていうのもあるでしょうね。あと基本飛びが緩いので昇龍も原始ラムで釣りづらいですし、ね、ああ確かに昇龍の範囲がでかすぎて知らぬいで釣れなかったような気がするなるほど、まあ、釣れるタイミングもあるとは思うんですけど、お、マジか、しっかりめっちゃ壊しこすってる、お互いめっちゃ壊しこすってるさあ画面味、あとビリの悲しき一本釣りが、エンディが漏れてしまって、これは痛すぎる。おっと大昇龍が受けるが、あ、しっかり、あ、ちょっとジャンプ C は当たらなかったが、惜しい場面でしたね。もう少し遅めだったら、さっきのバイツは多分引き付けがちょっと足りなかったんですね。そうですね。で、大昇持ちまん、しかしこれはかなり苦しい。C ボタンで暴れている。ああ、投げた。おっと、あれ絶対通りますよ、あんなの。あれは通りますね。あ、絶対通るよ。食らってますもん。壊し壊し百列ビンタと同じ原理です。ああ、確かに。絶対通る、こんなの。で、対象は表クリス。ああ、なんだ今のは。多分マキシマクリス辛いと思うんだよな、だけどうまいことなってる。あっと今度は音亀が痛い、音亀をして残り1割ちょい、苦しい、スライディングが苦しい、ああバンカー、あっ C の C か、ならばいや、あ、やって言われたけど、まだ3人目ぐらい。はい。あずきさん、ありがとうございます。はい。で、はい。で、物販のあすおさんは、いい名前ですね。前も言った気がするけど。キャスターがいい名前ですよね。いい名前ですよね。ラルフ、表京、テリー。これおそらくアンディはラルフの牽制に合わせて台足を打ってるだけでだいぶラルフが苦しいと思うんですけれども、今のところうまいことナソさんが通常技を当てている。これ前も言ったような気がするんですけど、ラルフってぶっ放す技ないですよね。そうなんですよ。あー痛いな今のは。決まるか、コアカキャンしっかりダメージを取って殺していく、まあ、一応ラルフタックルなのかなぐらいかな。でも通常技ぶっ放しておるおかげでアンディ死んでた気もするけどで得点を受け出して、あぶっ放した、これか、これだ、なるほど、勉強になったあれね、なんかもうちょっとあればいいんだけどな。なんかシェンウーの月剣みたいなシステムにすれば。いや、そんなことしたらマチャとか悲鳴を上げるからやめてくださいあ、でもほらフォクシーの長飛ガードしたらかっこいいじゃないですか。一応ワイヤーで帰ってきます。なるほどなるほどなるほど。でもそれ以外多分使い道ないよ、ないんじゃないですかね。アテナのビットの急停止、多分停止の方が間に合っちゃうからな。ですね、多分結構余裕があるかもしれない。召喚衛戦闘コンとか、なるほど、ガーポで取ってボーンある、ワンチャンある。あれってでももう走り出したやつかなんか、もうガーポが終わって振りかぶりに行ったらもう取れないんでしたっけ。え、取れないっていうのはあのガードポイント消えちゃうんでしたっけ。いや、取れるんじゃないですか。ガーポ多分直前ぐらいまで、どうなんだろう、多分取れる印象があるんだけど、あっとそんなこと言っていたらケダシュはテリーを倒してしまう。で、2P は明太仮面さんかな、はい、ですね。はい、さあいつものキャラはこの夫人、明太と子供。あとちょっと安いが爆裂拳を後ろから倒れる。今の角度はえぐいですね。えぐいね、今大変。これ減りすぎじゃないですか。まあ本当かすみとタメ張るぐらいの火力ぐらいの打撃投げは良くないっていうのがよくわかります、このゲーム。まあ確かに打撃投げはなかなか鋭い技が性能してますよね。ですね。打撃投げ持ってる人は強パンチが上向いたらいけないとか、そういうシステムにする方がいいと思うんだけど、もうかすみなんてもう真上だからね。真上自信満々に突き出してますからね。強すぎる。1枚目がないんですよね、あの技ね。キャプターも前にしたんだけど、確かにいきなりボンって振るから確かにそうだ、判定の推移がなさすぎて強えんだよね。シャイのワンディ対キング、投げる林、あーうまいですね、今のは見切れる回をつって好転をしたけど、明太亀さんも見切れる回を出していなかったと。お互いいいこうやり合いがクールダウンでせせい、これは自動2択ですね。今のは投げを入れたが投げじゃない方向でミラージュキックが出たけれどもちょうどいいタイミングで刺さるんですよね、前転の。そうなんですよね、終わり際に。あとこれはダブルストライクにする。さすがにパワーを抱えているのでここで2ゲージを払いたくなかったか。そうだよね、これ大昇龍、これキングがそのままこけたとき1ゲージしかない子供ができた大惨事ですからね、これは。そうですね、向こうはパンパン、向こうもパンパンですからね、ゲージが。でダブルストライクで済ませたがキングが取り、うまいことゲージも残しながら大将のクイズを引っ張り出してますね。そうですね、これはまあこれ状況的、うまい、でも出なかったか。さあちょっと惜しい場面がついてますが、早い。ダッシュ、いやーこれは痛いな。今かくったか、微妙なラインでしたね。微妙ですね、絶妙なラインでしたね。で大将のパオ、お互いゲージはパンパンに近いので、これはワンチャン刺さればどっちもある。いやーしかし発動しない。バックハンド追い返して、なんかそういうことになっているわ。クリスもこれでワンコンボ圏内かな。強パンからいけばっていうところで、そうですね。危ねえ、苦しい。走ったところにフロントが刺さってくる。言いやがった。さあ誰ですか。はい、名前はヤグヤンってなってます。ヤグヤン言いにくいですね。ヤズヤンみたいですねハマヤンみたいなね、そういうノリのやつですよ。ヤグヤン、キャラは K かすみ、ネームレス。まあ本当何回も見ますけど、本当ここ最近また KOF に戻ってきて、もう気づいたらこの強さですよ。そうですね、もともと強かったと思うんだけど、まあそうですね、またなんかこうキャラもその対戦に対する思考もだいぶストイックなので、そうですね、まあその急成長もうなずけるかなといったところですね。あしかし八木さんは結構この慣れてないプレイヤーに対しての初見結構きつい、人読みがね速くて、手を読むのが速いから、はい、その最初がねちょっと落としたりはするけれども、ちょっと M に似たタイプ、そこの部分で言えば強いんだよな、本当に。すぐ甘えた行動とかすぐとがめてくるから。そうですね、八木さんもたまに甘えてくるんだけど、人の甘えをね、なかなか人の甘えに対して厳しいんだよね。いや今自信満々に飛び上がった気がするんだけれど、さすがかすみちゃん。あれをなんかちょっと上の方で返したとかなら分かるんですけども、ケツで返しましたからね。で中堅ワーキング、しかしちょっとゲージ差が気になるところではありますが、マジか投げさあ、駒投げと何かが怪しくなったと思うんだけど、ああ前転でよく抜けれましたね。出てなかったかな、まだこれは発生前に抜けたっぽい。はい、さあ矢口苦しい。さあちょっとやりづらそうにしてるのはヤグヤンの方か。投げる白山一発しか当たらないが、いやー難しい投げ。で大将はネブレス。ドネード光上を見ているが、すごいダブルスパイク当たる。おっと間に合ってますね、今のは多分ギリギリなところですね、多分ね。で大将は子供、まあお互い大変な組み合わせだと思うんですけど、まあ、ネームスが結構気をつけなきゃいけないことが多いですね。ここは2個あで、あ痛い、おお刺さる、ちょうど3本あーと子供あるある、いやー崩しきれなかった。欲しいが、でこのゲージ差、体力差、昇竜苦しい、これあーだー、中段で襲いかかる。さあ 1P はあずきさん、はい、あずきさん 02M の紅白戦はかなり久しぶりですね。さあそしてこのチーム、特殊なチームですね。確か無印とかはこういうチーム構成だったのかな、無印の時。あずさんは無印の晩年はこのチームでしたね。ああなるほど、まあ、その貯金の戦いでしょうね。マリーと、マリーとちゃん覚えてるんだけど、セス使ってたかな、ここはちょっと覚えてないな。投げる、まあしっかり返していく。なんでしっかりしてんのに最後スナッチ出さないかな。まあけど確かにあそこをね、なかなかとがめられてるプレイヤーはあんまりいないので、素晴らしいですね。でこれで上に意識が向くと今度下が通ると、あそこですよね。めんどくさいですね、この技。あとあさん、あれでも間に合ってるかな。今間に合ってるかも。サンフレだからな。あ、小足で暴れましたね。、あ、そうだそうだ、あずきさん白人使ってた昔から思い出した。危ない、今の当たり方するとなんか壊しが壊しですよね、繋がったりするんですよね。さあ今度は下、そう、あずきさんセスの立ち絵すげえ使ってる印象があるんだよな。なるほど、まあ、かなり使いやすい技ですよね。いい技ですよね。練習も来てるんだよなこれから。確かに結構今は分かんないですけど、昔は結構その先端気味に対空に使ったりしてたんですけど、2000の知識ですよねそれ。そうです、かなり強かったですね。でセスのいつものお得意の水 B でジョーをなんとか倒す。あ、これ苦しそうだな、どうなんだろう、苦しそうですね。あと久しぶりすぎて股間からスライディングが出ない。なんかトルネード釣られそうなイメージがあるけど、別にとりあえず NC 振っとけばいいかなっていうところですね、トルネードの部分は。あ、苦しい。でセスが落ちて、あずきさんの大好きなチャン後半。苦しい。あ、ぶっ飛ばし置いている。バーキャンドを仕返して、さあ、あのジャンプに意外と薄いんですよね、下に。あ、そうなんですね。あれエボに越えられるんですよあれ。へえ、投げる。さあちょっとあずきさんが苦しい。あっ、ここでサプライズが刺さる。苦しい。何か、あー、体力が足りなかった。亀対亀さんが勝利ですね。はいはい、ワンピーフッチーさんですね。フッチーさん、フッチーさんもまあちょこちょこといった感じで出てくれてます。なるほど。キャラクターはベニマルクーラー、ネムレス、いいチームですね。そうですね、なんかちょっとおしゃれな感じが。投げる。いきますねこれは。今の難しいな。あー、よく見てるな。あれタイガーキックって弱の方がダメ高いんでしたっけ確か。え、そうなんですか。台が無敵あって弱の方がダメージ高いんじゃなかったかな確か。なんかそんなような記憶あるんだけど、わかんない、なんか勘違いかもしれない。あまり触ることないからこの曲確かにそうですね。あと処理が漏れてしまい、しっかりゲージをためきって放出。上を見てるメタカメさん、非常に動きが切れてますね。あのジョーの立ち絵も結構強いんですよね。ああ、なるほど、意外と熱くて、はい、怖っ。今いける、しっかりクーラがなんとか取り返し、中堅はキング。なんかさっきほぼゼロゲージ近かったのに2発で死んでしまう。で多分でもこれでも2ゲージ溜まってんじゃないかな。確かにやっぱり、あ、まあ約2ゲージ。投げが通る。うわー、今の見えないな。今のちゃんとコンボを入れ切って、うち、あ、ダブルストライクを強気に打っていく。まあ、ゲージがないからでしょうね。乗っかってしまい、あっ、8A とジャンディが打ちなのかな。8A もネームレスもね、なかなかぶっ壊れてますよね。そうですね、判定強いですよ、めっちゃ。で、ここで0ゲージのネームレス対2ゲージの衣、あ、苦しい。シャコ打つ、あ、もうそうですね、返すにはもう今のは昇竜だとね、もしかしたら、あー、痛い、これ苦しいですね。まあ、状況がきつかったですね。1P はヤグッチさんですねという名前のまあそう、あれあ、そうなの、まあ、この方はやっぱりキングのイメージが、これもキングのイメージ、白いキングですよね。そうです、まあ、もうこの 3K って言われるね、あの K ダッシュかすみキングっていう、あの代表的な、確かにプレイヤーのイメージがあったんですけど、ありますが、あ、お久しぶりの登場ですね。まあ、多分もうなかなか動画見てる人も誰だっていうぐらいの、俺もすっごい久しぶりな気がする。まあ、今は、まあ、13がメインですね、おそらくね。そうですよね、13はやってるっていう話を聞いていたので。で、大勝負。うまい。腰、あーっとちょっとアインがねえや。毎日が漏れてしまう。さあ、まあ確かに、まあ孫さん、はい、まあ、非常に手堅いプレーがね売りなので、結構こういうちょっと特殊なタイプのメタカメさんとかはちょっと苦手な部類かもしれないですね、もしかしたら。しっかり。ここは逃げ切る。若干蹴らしか。ゴープ K ダッシュは勝ってるか、 K ダッシュかな。さあ、そこから盛り返してキングを引きずり出す。さあ、これはまあやった当時は、まあ、やってたプラスキングを使っていたのもあったんですが、うまかったですね、今。うまかったですね、今で、中堅はかすみかな、かすみちゃん。いやー、痛いあー、すごい攻め、さあ、走り込んで後転読みだったかなAC にAC 差し返したんだけど、どうなんだまあ、ここはちょうどゲージが切れる前に、美味しかったな、今のは明太仮面さん側。確かに。さあ、キングが荒らしてかすみを倒す。大将はネームレス。いやー、うまい。あの単純なタク強いですよね。すかし投げとすかし投げ嫌がった後転を追いかけるダッシュ。そうですね、まあ、リスクはあるけど、まあ、ちょっと迷ってしまったか、まあ、やり直した。シャンコーまでしっかり入れる。うわー、届いた。多分届くと思わなかった距離ですね。1ゲージの方でキングを倒して、なんとか子供を引きずり出している。今日この組み合わせ非常に多いですね。それなんかネームレス側がいつも苦しい状態でできてる気がする。普段もうこれ結構やっぱネームレスが苦しい部分が結構、ちょっと台だったかな、今どうだろう。タイミングを見誤ってしまって明太仮面さんが勝利。